皆さん、こんにちは。ここ最近は島の再開発をしています。今日はメルボルンの家の概要を仕上げます。庭の広さは横 8×奥行き6マスです。メルボルンの家のテーマは陶芸家です。ご存知の通り、センスは欠片もありません。まずは陶器を焼くための石窯を設置します。煮つの窯の色が違うのは、陶芸の需要拡大で、窯を追加設置したという設定です。窯にくべる薪を横に置きました。作業スペースは組木の道を敷きます。ここにテーブルなどの家具を配置していきます。テーブルの上には作品を置きます。亀や陶器のジャグなど、焼き物っぽいものを適当に並べました。これで庭の右半分はとりあえず完成です。お借りしたマイデザインでアプローチを変えていきます。ここからは庭の左半分を作っていきます。右半分と同じように組木の道をまず敷きます。こちら側には道具系の家具を配置しようかな。段ボールには陶器の材料である粘土が入ってます。これにて庭作りは終了。次は庭の手前のスペースを作ります。枕木のアプローチを延長します。何やら住民が集まってきましたね。ちょっと仕事がしづらいです。丸太の杭を置きました。メルボルンの家の前は丸太の家具でまとめようと思います。ウサギちゃんは最近ちょっとお気に入りです。ベンチブランコです。木に接する形でハンモックを置きました。早速、吉野がハンモックを使ってますよ。と思ったら、メイも丸太のベンチに座ってくれました。みんな動画撮影に協力的です。その他もろもろを雰囲気で置いたら家具の配置は完了です。デティールアップにマイデザインの小石を敷きました。ひとまず完成したメルボルンの家を見てみましょう。陶芸家っぽい感じが出ているでしょうか？この陶芸家メルボルンの家の外構工事が終わったことで、島の南東部にあるカントリーエリアはほぼ完成しました。ここがキャンプサイトです。メルボルンの家の北側には、吉野の家があります。吉野は野菜直売もやっている農家です。吉野の家の庭は農機具っぽいものを配置しています。家の西側には彼女自慢の畑があります。その畑から少し南下していき、細い道を抜けると、アランの家があります。アランは男子っぽく黒い家具多めです。目の前の川で釣りをするため、ロッドスタンドも置いてあります。少し戻って、畑の北側には採石場があります。このカントリーエリアはアラン、吉野、メルボルンの家？
キャンプサイトと採石場で構成されています。今後は飛行場やお店がある市街地エリアを開発していく予定です。この市街地エリアは今、フレンドとのアイテム交換所くらいしかありません。飛行場前には和風の島の名残である謎オブジェがありますが、これも破壊しちゃいます。それでは今回の動画は以上とします。最後までご視聴ありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録をお願いします。